あれやね、八つ当たりやね。破壊の限りを尽くすね。え、アイラとエマはふもとへと降りていった。なるほどね。字で済ませる感じね。まあ一瞬そうならんかなとは思ったけどね。めっちゃなんか仁王立ちで待っとる人が。やれやれ、魔物が出たらしいな。とにかくみんな無事でよかったよ。アイラたちのおかげだな。なんか長くない？スカートみたいやんね。マノロから聞いたわ、アイナ。霧の魔物からマノロを助けてくれたのよね。本当にありがとう。アイナもエマも怪我してない？みんな無事でよかったわ。マノロのお父さんとお母さん？エマ姉ちゃんを驚かせようと思ってこっそり登っちゃったんだ。ごめんね。もう二度としないよ。ちょっとエマ被ってるから。ちょっとエマ被ってるから。え、どの辺におるんやった、おじいちゃん。さっきの雷すごかったわね。ねえ、大丈夫だった？なんか大変な目にあったよね。ほっほっほ、よかったよかった。成人の儀式を終えたようじゃな。早く村長に教えてあげなさい。みんな首を長くして、お前たちの帰りを待っとるよ。この下？あ、ここ通ってきたとこよね。さっきおったよね、この神父さん。頂上に雷が落ちた時は、二人のことが心配で仕方なかったが、無事に帰ってこられて何よりだ。これも大地の精霊様のおかげだな。お前たち二人は、きっと大自然から祝福されてるんだろう。あれか？ん？人おるよね。あ、全然違う、うちの子供やった。お帰り。アイラの母ちゃんならもう村に戻ってるよ。夕飯作って待ってるってさ。ん？なんか座っとる、この子。さっきの雷すごかったわ。空が全部光ったの。めっちゃのんきやね、なんか。おお、なんか勢ぞろいで。よくやったな、お帰りなさい。お帰り。超歓迎されとるやん、なんか。超歓迎されとるやん。ただいま。みんな同じ服なんやね。ただいま、おじいちゃん。おお、二人とも、無事に帰ってきて何よりじゃ。あ、このおばあちゃんだけ服違う。神の岩に雷が落ちたから、怪我をしてないか、みんなで心配しておったわい。あいなよ。頂上で何が起こったのじゃ？まあなんか襲われたよね。アイナは神の岩の頂上で起きたことを話した。ふん、そのようなことがあったのか。まさに奇跡というほかあるまい。きっと神の岩に宿りし、大地の精霊様が二人を守ってくださったのじゃろう。ところでエマよ、神の岩の頂上から何が見えたのか、わしに教えてくれるかな。あの絶景ね。ええ、見渡す限りの海が見えたわ。お日様に照らされて、キラキラしててね。あんな光景、初めて見たわ。なんかすごいね、服の質感とかも。うん。この世界、ロトゼタシアがいかに広大かを、医師の村しか知らぬお主らも分かったようじゃな。お主らはまだまだ若い。もしかするとこの村を出て、羽ばたく時が訪れるかもしれんからな。このロトゼタシアの広大さを、わしは儀式を通じて、二人に伝えたかったんじゃよ。さて、そろそろ村に戻るとするかな。アイナ、お前の母、フェルラにも、儀式を終えたことを教えてあげなさい。どこ私の家。アイナ、私たちも行きましょう。村に戻ってる。お、びっくりマークの豆知識。フィールド洞窟町の中には、岩や厚さ、ロープやはしごなど、登ったり降りたりして移動できるものがある。びっくりマークが出たら近づいて調べてみよう。お、次のが。シナリオガイドの豆知識、読めねえ。読めねえ。てか、さっきんとこは？なんか、村に戻っとるって言ったけど、さっきんところは村じゃないの。行きの道なの。成人の仲間入り、神の岩での成人の儀式を終え、大人の仲間入りを果たした有望の若者に贈られる称号。ほうほう。はっ、お、おかえり。おかえり、政治の儀式を終えたもんで、浮かれて自分の家が思い出せないなんて、まさかそんなことはないよな。思い出せません。地面にある石畳を辿っていけばお前の家に着くぞ。今日は疲れただろう。早いとこ帰って、ゆっくり休みな。ふんふん、石畳を辿っていけば私の家に。お、おばちゃんたちがなんか。あ、片方は若いんか。あら、噂のアイラじゃない。エマちゃんのこと大事にしなさいよ。お嫁さんになるかもしれないからね。もう、またその話なの？
あらあら顔をあからめちゃって、まんざらでもないみたいね。若いっていいわね。めっちゃ見るやん、こっち。あ、お帰りなさい。今、あなたとエマについて話してたの？何の話かって？それは、なんやねん。なんやねん。ああ、一度でいいから、デルカダール王国に行ってみたいわね。人で溢れかえって賑やかなところらしいわ。右も左も人、人、人で、物が集まるから、お店も品揃えが豊富って聞くわよ。この村にいると想像もつかないわよね。まあだってね、みんななんか、え、さっきの人たちはどこへ？あれか。みんななんか、なんなんこれ？民族衣装か何か？同じ服着てるよね。なんか川の中ではしゃぎ寄る子供たちが。アイナも水遊びしていけば？とっても気持ちいいよ。こういう水が綺麗なとこあったらいいよね。水遊び楽しいわ。女の子やったんや。男の子同士かと思ったよ。あー、出させて。とりあえずこれ辿って、お、これ？これですか？え、違うな。向こうにも続いとるね。お、いつの間にこっちに。おいら大きくなったらアイナみたいに強くなるよ。みんなも帰ってきたのね。やったな、二人とも。これで晴れて大人の仲間入りだ。おっとなぁ。16歳から大人か。お、ルキー？ワンワン。お、私の家に連れてってくれる。これですか？あ、これ、これだね。なんかすげえわかりやすいやん。あ、アイナお帰り。無事政治の意識を終えたようだね。村中で噂になってるよ。うちのアイナ、エマちゃんの足元にならなかったかい？なってないわ。全然。ねえ、ヘララおばさん聞いて。アイナってばすごいのよ。神の岩の頂上でね、私たち魔物に襲われたの。私なんて崖から落ちそうになっちゃうし、本当にもうダメって思ったわ。でもね、その時、アイナのあざがピカーって光って、雷が魔物に直撃したの。まるでアイナが雷を呼んだみたいに。なんだって？なんかあれやね、お母さん顔のパーツ可愛いね。昔は可愛かったんじゃないのか？アイナのあざが光って魔物を退けた？そうかい、そんなことがあったんだね。ねえ、絶対痩せたら可愛いよね、このお母さん。考えないようにしていたけど、おじいちゃんが言っていた通り、運命には抗えないのかね。ついにあのことを話す時が来たようだね。アイナ、これを受け取りなさい。お、なんだ？それがなんかあの家に伝わる。あんたが聖女の儀式を終えたら、その首飾りを渡すようおじいちゃんに頼まれてね。実は16年間、村のみんなにも言わないでずっと黙ってたことがあるんだ。アイナ、あんたはね、勇者の生まれ変わりなんだよ。生まれ変わり？勇者？カタカナになった。勇者が何なのかわからないけど、あんたは大きな使命を背負ってるっておじいちゃんずっと言ってたわ。アイナが聖人の儀式を終えたら、北の大国デルカダールに向かわせてほしい。そして王様にその首飾りを見せたとき、すべてが明らかになるだろうって。だからね、あんたは勇者の使命を果たすため、この村を出て、デルカダールに行かなきゃいけないんだ。そんな、エマは残るの？一人なの？さあ、明日から当分会えなくなるわ。今夜はお母さんがとびっきり美味しいご飯を作ってあげるからね。え、もう早速明日追い出されるんですけど。何、こっちで決めれないの、旅立つ日。自分は勇者の生まれ変わりである。突然打ち明けられた事実にアイナは不安と気合い、期待の中で眠れぬ夜を過ごすことになった。そしていきなり一人でフィールド上に放り出されるんだね。あらアイナ、目が覚めたんだね。何せ突然の話だったし、眠れなくなるのも無理ないわ。そういう時は散歩でもして気分を落ち着かせるに限るよ。夜風でも当たってきたらどうだい？開けれるんかな？お、開けれた！布の服を手に入れた。自分の家やけど、何回開けるねん。これは？あれやね、八つ当たりやね。破壊の限りを尽くすね。
この辺調べれんのか。壺は？あ、調べれない。これぐらいですか。ってことは、あとは、あ、これ隣の部屋？全体的になんなん？石でできたここ。そして、はしご。なんか登り方間抜けてない？なんかこう、虫みたいじゃない？なんか。この辺の袋は調べられんのやな。お、これは、割れる。やったー、お金ゲットー。へそくりかもしれんけど。お母さんのへそくりとかやったらどうしよう。あ、大丈夫な、今の。なんか普通に落ちたけど。無事なのね。ここ、ここ出口。お、出れたー。お、なんか外にテーブル置いとるやん。なんか食べ物？食べられる。チーズとか出とるけど。虫とか寄ってこんのかね。寄ってこんのかね。特に何もなさげだな。あれは？あの女の子は？クソ、あかね。え、窓から誰か見えたような気がしたのに。開けて、おばさん。夜中だから？あ、裏口だからもしや。こっちからなら、入れねえ。入れねえ。でもこんなさ、なんか、夜中に扉ガタガタされよったら怖くない？あの女の子は一体どこに住んでるの？近くじゃないの？この辺もきっと開かないんだろうな。開かねえ。多分こう、夜風に当たって散歩をしながら、あの女の子と話すんじゃないかと思ったんやけど、違うの？すごいね。家の中丸見えやんね。家の中には入れんみたいやけど、外から丸見え。お、見張りですか。あいな、夜の散歩か？外を守らないと危ないからな。散歩をするなら、村の中だけにするんだぞ。交代制かな。交代制じゃなかったら死ぬよね。え、一日中見張ってんの？夜だけ？これは教会。教会なら入れる？え、教会まで閉まるの？夜に冒険はするなということやね。バシャ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 。夜に冒険はするなって、お！おった！やっと見つけた。あら、アイラも眠れないのね。私もよ、なんだか眠れなくって。ねえ、この木、覚えてる？子供の頃、この木にスカーフを引っ掛けて、私大泣きしたんだよね。でもアイラは何とかしようと村中を駆け回ってくれて。そういえば、成人の儀式の前にも同じようなことがあったっけ。私、子供の頃からちっとも変わってないわね。私ね、アイナはこの村でずっとみんなと穏やかに過ごしていくんだろうなって思ってたの。だから勇者の生まれ変わりだって、ブレラおばさまから聞いたときは、とても信じられなくてびっくりしちゃった。この子は残るということよね、村に。そのうち再会しそうな気がするけど。あのね、おじいちゃんから前にちょっとだけ聞いたことがあるの。遠い遠い昔、世界中が物に襲われて大変だった時、どこからともなく勇者が現れて世界を救ったんだって。そしてその後、勇者は星になって、今もこの世界を守ってるらしいわ。え、死んだってこと？ほら、あの星よ。私もお星様になるんやね。アユナが勇者か。なんだか信じられないわ。でもデルカダールに行けば全てがわかるのよね。さあ、もう自分たちの家に帰りましょう。みんな心配しているわ。大丈夫やろ。母親が夜風に当たってこいって言ったんやけん。じゃあね、アイナ。は、涙が、キラキラキラー。アイナは自分の家に帰るとベッドに入り、眠りについた。お、いいね、瞬時に帰ってくれたわ。そして夜が明けた。旅
旅立ちの朝なの。お、なんだ、視点が。旅立ちやね。うん、本当に立派になって、その姿、おじいちゃんにも見せてあげたかったわ。あゆな、忘れちゃダメだよ。あんたは村で一番勇敢だった、おじいちゃんの孫なんだからね。この先何が起きても、あんただったら乗り越えられるって、お母さん信じてるわ。だから頑張ってくるんだよ。そうだわ、あゆな。花向けとして、あんたの荷物の中にお金を入れておいたからね。おお。デルカダール王国に向かう前に、村の道具屋でしっかり、旅立ちの準備をしていくんだよ。さあ、村のみんなもあんたに旅立ちを見送ろうと集まってるわ。準備ができたらあんたも来るんだよ。まずは装備を整えなければか。てかさ、さっき手に入れたあの布の服は今のより弱いの？装備、布の服着てるじゃないか。じゃあ同じものをゲットしたということか。なるほどね。ペルラから聞いたぞい。旅に出る使命を背負っているんだとな。まだ若いのに酷じゃの。この坂を下って行って川を渡った先に道具屋があるじゃろ。そこで準備をしていきなさい。準備を置いたら北の入り口に行くんじゃ。ペルラもみんなお前を見送ろうと待っておるぞ。この坂を下って、この坂を下って橋、こっちですか？だね、多分。なんか向こう、村の外れっぽい感じがする。あいな、旅立つ前にそこの道具屋で買い物しておくといい。薬草を多めに買っておくといいぞ。戦いで危なくなったら薬草で体力を回復させなさい。薬草は冒険には欠かせないぞ。これ道具屋。あ、これやね。マークが。なんか可愛いね。この辺なら壊せない？あ、壊せないのね。壊せないのね。ふんふん。あゆな、旅に出るんだってね。外は魔物が出て危ないから、うちで準備していくといいよ。ここはよろず屋です。どんなご用でしょう。170ゴールドしかないけど。あ、お鍋の蓋。バンダナとかの方がいいんかな。旅人の服。あ、旅人の服。買います。私が装備していく。これでさ、さっきの布の服売り飛ばせばいいんじゃない？お鍋の蓋。防御力を上げていく。これ全部買えるやん。オッケー、全部私が。これ見た目に反映されるんかな？反映されんの？これは攻撃力弱くなるやんよね。さあ、とりあえず。医師の大金は売れない。今使えるやつやね。こんなもん？よし。お、駆け出しコレクター。10種以上のアイテムを集めたものに贈られる称号。ね、見た目変わらんね。バンダナつけてくれればいいのに。お、なんか綺麗な馬やね。エマお姉ちゃんずっと泣いたわ。アイラと離れるのが嫌みたい。でも笑顔で見送るって言ってたわ。そういうことは言わないんだよ。どこに行けばいいって？北って言おった。こっちの方向？あなたが冒険の旅に出るって聞いて、エマちゃんずっと家に閉じこもって何かやってるみたいよ。ずっと今もですか？アイナ、旅立つ前に教会でお祈りしていくといい。外は魔物がいて危ないからな。お祈りしておけば、もし魔物にやられても、お祈りした教会がある町からやられせるんだ。こまめにお祈りしておくといいぞ。あ、なるほど。教会ね。入れね。超重そうやね、扉。
隣の部屋があるの？聞いたぞアユナ、冒険旅に出る前にお祈りをしていくといいだろう。頼もしき神のしもべよ、我が教会にどのようなご用意じゃな。お祈りを。では神の前にこれまでの行いを告白し、冒険の書に記録するがよい。へい。冒険の書に記録しています。これ隣の部屋入っていけるんよね。続けます。あ、いけるいける。特に何もなさげな。うん、本棚も調べられない。これは？くっそ、読めねえ。散らかしてるなぁ。この辺。イェーイ、壊す。毒消し草を手に入れた。あっち側は？こっちなんか閉められとるけど。何もできない。くっそ、なんか個人的な部屋かな。個人的な部屋か。お、なんか勢ぞろいやね。あゆな、心細くなったらいつでもこの村に戻ってきなさいよ。みんなあなたの家族なんだからね。いざとなったら休むことも大切よ。疲れたら石の村に戻りなさいな。お母さんのところでゆっくり休みなさい。またそのうち戻ってくるんかな。こんな早く旅立つことになるとはな。道具屋で武器や防具は買い揃えたか？旅立つ前に準備をしておくといいぞ。なんか武器大したもんなかったよ。ちなみに武器や防具は持っているだけじゃ意味がないからな。ちゃんと装備するんだぞ。君とも、お。あ、アユナって今からデルカダール王国に行くんでしょ？いいなぁ、羨ましいなぁ。デルカダール王国はこの村を出てずっと北に行ったとこにあるらしいよ。すっごい遠いんだって。遠いの。でもね、石の村と違って人がいっぱいいるらしいよ。すっごい賑やかなところなんだって。ここも私的には結構人いるような気がしたんだけど。こっちの方になんかマークあるよね。なんだ？通れねえじゃねえか。餌を食べるのに夢中のようだ。ちょっと、おじさん。のいてくれるかな？通れんじゃないか。どういうことやね。こっちから回っていけるとかそういうことは。そして壺も割っていく。毒消し草ゲット。お、これ回っていけるんやない。イエーイ。ほらほら、回れた。お、これはさっきのおじいさんですか？さっきの場所じゃないか。あのマークはクエストって書いてる。なんか困ったぞ。どうしたもんかな。おう、アイナじゃないか。ちょうどいいところに来てくれた。一つ頼みを聞いてくれよ。実はさ、俺こないだ息子と遊んでる時、あいつが大事にしてる風切りの羽をうっかり放り投げちまったんだ。運よくお前一の悩む矢に引っかかってくれたんだが、どうも俺は高いところが苦手だな。すまんが俺の代わりに屋根に登って風切りの羽を取ってきてくれないか。人助けすると思って頼むよ。自宅の屋根。夢見の花が報酬。お前ならそう言ってくれると信じてたぜ。何時みんなに優しくせよっていう村の教え、お前も持ってるもんな。よし、それじゃあ早速お前んちの悩みに向かってくれ。悩みの周りで足場になりそうなものを見つけたら X ボタンでジャンプして屋根の上まで上がるんだ。 X ボタン、X？ バツボタン、バツボタンか。風切りの羽を見つけたら必ず俺のところに来るんだぞ。お礼をするからな。それじゃあ頼むぜ。クエスト、みんなに優しくを引き受けました。私の家。こっちか。ナヤってどれっすか？あれか。あ、あれやね。光よりやつ。バツボタンで、この辺足、おう、ジャンプができる。へい。あー、待って、崩れた。ポインポインって音がする。なんか超間抜けやね。こっちの宝箱は何？なぜ屋根の上に宝箱。アイナは50ゴールドを手に入れた。は、そしてこれね。風切りの羽を手に入れた。あっという間やないかーい。間違えた。
へーい。取ったよ。おー、アイナ、おかえり。カズキリの羽を取ってきてくれたんだな。それじゃあ、そいつを俺に渡してくれるかい？ほい。おー、ありがてえ。これで息子の悲しむ顔を見なくて済むよ。さ、こいつは礼だ。受け取ってくれ。お、イメミの花を受け取った。俺のついでにいいことを教えてやるよ。俺みたいに困っている人は、頭上に紫色の吹き出しが出てるんだ。これから先、紫色の吹き出しの人を見かけたら、その悩みを聞いて助けているといい。人助けすりゃ、きっといいことがあるはずだ。だが、頼みを聞いたからといって、急いでやる必要はないぞ。冒険に行き詰まった時や、時間がある時に来らせばいいんだからな。それじゃあ、ありがとうやいな。何時みんなに優しくせよ、っていう村の教え、いつまでも忘れるんじゃねえぜ。ふんふん、困っている人がいたら助けてあげるといいらしい。まあそうよね。クエストみんなに優しくをクリアしました。ありがとよ。いえいえ。でさ、村の北ってどこなの？あ、そうか、こっち通れんのよね。あ、あそこか。あの入り口に向かえばいいってこと？じゃ、とりあえずちょっとこっち。あ、通りにくい。あ、そっか、もうたどり着くところやったんやね。いたよ、いたよ、お母さん。もうめっちゃ勢ぞろい。またしても勢ぞろい。いよいよ出発ね。旅だったらしばらくは村には戻らないかもしれないよ。村のみんなに挨拶したかい？この村のことを目に焼き付けたかい？出発していいんだね。オッケー。わかったわ。さあ、お行き。目に焼き付いたかどうかはわからんけど。こんなにも早く旅立ちの時が訪れるとはな。お主の祖父、テオにもその勇姿を見せてやりたかったわい。あの女の子は？まだ家に閉じこもっとんやっけ。テオがお主を拾って。いや、連れてきたのは確か16年前じゃったの。あ、さっきのあのおじいちゃん、しんどんや。ごく普通の子供だとばかり思っていたあの氏が、まさか勇者の生まれ変わりとはの。勇者とは伝説の英雄。その昔、大いなる闇を払い、世界を救った人物と聞く。お主がその大それた人物の生まれ変わりだとは到底思えんが。まあ、テオが言うならそうなんじゃろうな。手紙に書いとったってことかな。デルカダールの王様に会ったら、くれぐれもこの村のことをよろしくな。勇者様を育った村ということで、王様から何か褒美がもらえるかもしれんからな。そうやって村は発展していくのね。村長、そりゃはしたないですって。ちゃっかりしとる。わっはっはっは。冗談じゃよ、冗談。ともかく会うなよ。この先、お主にはわしらでは想像もつかぬような運命が待ち構えているかもしれん。故郷を離れ、旅に出るお主に、このロトゼタシアの地図を授けよう。道に迷った時はこれを見るのじゃ。ほうほう。ふん。なんか手握っとるだけやけど。アユナはロトゼタシアの地図を受け取った。え、なに？うまく入れるの？この馬もお主に授け、おお、やったー。村一番の器量よしの馬じゃぞ。綺麗やね。村を出てまっすぐ北へ向かえば、テレカダール王国じゃ。アユナ、あんたは自慢の息子さ。辛いことがあっても、くじけずに頑張ってくるんだよ。調味送ってくれる。アユナ、元気でな。アユナ。お、もうやってこんのかと思った。それはないか。これ受け取って。昨日あなたが食べ出すって聞いて、急いで作ったの。お、お守り？優しい。ドラえもんみたいな色使いやね、なんか。アイナはエマの守りを受け取った。デルカダール王国は村を出て北にあるわ。村の外は魔物が出て危険だから、その守りをしっかり身につけていくのよ。お、ちゃんと役に立つのか？どんな使命があるのか私にはわからないけど、どこにいてもこの村のこと忘れないでね。絶対に元気で帰ってきてね、アイナ。途中から一緒に冒険に出るような気がするけど違うかな。ビアンカ的な。まあ、あの子めっちゃ戦うけどね。旅の心得の豆知識。旅の途中で分からないことがあった時は、作戦から旅の心得を見よう。
お、馬の呼び方。馬に乗っている間、歩いている時よりも早く移動することができます。馬から降りて先に進んでも、フィールドにある馬呼びの鐘を鳴らせば、どこからともなくあなたの馬が駆けつけてくれます。え、口笛とかで呼び寄せるんじゃないよね、ゼルダ的な。フィールド上にあるやつを鳴らさんといかんのや。へー。ほい、じゃあ、今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか何気にさ、出てすぐのところにおじさんが立っとるのが超気になるけど。また次話していこうかね。